ソニーオプティアーク製 DVD ハイパーマルチドライブの AD-7240S。ソニーオプティアーク株式会社はかつてコンピュータ向けの高額ドライブを製造していた企業。ソニーのグループ会社でソニー株式会社が全額出資していた。2004年より台湾のライトオンと共同で高額ドライブを開発していたソニーがライトオンとの開発をやめ、 2006年4月3日に日本電機と共同出資してソニー NEC オプティアーク株式会社を立ち上げた2008年12月5日に日本電機の保有する45%の株式をソニーが買収する形でソニーの完全子会社となり現在の社名になった CD ロムドライブからブルーレイドライブまで一般に普及している様々な光学ドライブを製造しており ドライブ形状もデスクトップ向けノート向け療法を得意としていた。ソニーの PC であるバイオや BD レコーダーのブルーレイドライブ部分に供給している他に PC メーカーや外付けドライブメーカー等への OEM 提供のほか、バルクドライブとして店頭に並ぶことも多く、パイオニア、日立 LG、データストレージ、パナソニック等と共にスタンダードな地位を確立していた。 2012年8月25日、親会社であるソニーが PC 用鋼ディスクドライブ事業から撤退する方針を固め、ソニーオプティアークの業務を来年3月に終了する予定であると一部で報じられた。オフィシャルサイトにもその旨が掲示されており、サイト自体も2013年3月31日をもって閉鎖した。その後、2017年のコンプやテックスタイペイにおいて、 オプテアークブランドを関した高額ドライブ製品が復活することが発表された。製造はピンパワーデジタルで、同社はかつてソニーとの共同で開発に当たった経緯がある。従来のアタピーインターフェースに代わり、シリアル ATA インターフェースのモデルが登場したことから、近年のモデルでは、アタピモデルには、型番の末尾に A が S、ATA モデルには末尾に S、 H が付加される。ありがとうございます。